ゴルゴダの牢獄からの脱獄に成功し、お尋ね者となった一行はヨハネに導かれるようにしてリベイラの町にある太陽の神殿へと向かった。ご主人様の行方がわかるかもしれないというヨハネの言葉を信じて、しかしヨハネには初めからある思惑があったのだ。そう、彼自身の野望ともいえる極めて個人的遠大な思惑が。おいじいさん、お前さんのふるさとは随分とまた真っ向くせえ町じゃねえか。ここは天空に連なる神の鎖とその根を支える宗教都市、聖地リベイラじゃからな。それにしてもいつ見てもでっけえ鎖だなこいつは。真下から見上げるとさらにでっかく感じるぜ。この町は他の国々から集まった信者や神官たちが普段から出入りしておるので、わしらの身元をごまかすにも非常に都合がいいんじゃ。だが牢獄を脱走した俺たちにはすでに追っ手が出されているはずだ。しかもじいさん、ここがあんたの出身地だってんなら、ここに待ち伏せがいるのは当然だと考えるな。逃げ回っとる限り状況は一向に変わりはせんよ。この世は力が正義ならば、奴らにはわしらに対しこの追っ手は無駄だということを知らしめればよい。そんなのお兄ちゃんにかかれば一発バッキーンだよ。いけいけゴーゴー。でもそれって具体的にはどうするんだろう。ここには古い知人もおる。うまくすれば何がしかの助力を得られるやもしれんが、まずはそのズタボロの身なりを整え、おのおの必要な情報を仕入れることが先決じゃ。おっと、その前にわしはすでに面が割れておるので、今のうちに仮面をつけさせてもらうぞ。